どうもお疲れ様です。アフィリエイターの闇ね、まあ、世の中にはアフィリエイトってものがもうはびこっていて、まあ、いわゆる広告売り上げですよね。まあ、ほとんどが広告じゃないですか。なんか面白いコンテンツがあって、テレビドラマとか絵画とか音楽とかね、そういったものに人は引きつけられます。でそこに、やっぱり人が集まるところには商品の案内があったり広告が出ているっていうことかなと思います。ちょっと前なんですけども、インターネットテレビのギャオってやつでね、見たんですが、あの車のセールスドラマってのがあるんですよ。でそのドラマってのは内容も面白いんですけども、あのいつもね、あの売り込みたい車が出てるんですよね。で車のロゴがボーンって出てあるといたりとか、車の特徴がさりげなくねドラマの中で紹介されていたりとかね、まあ、そうやって、ドラマの中に出てくる商品を売るみたいなのがあったりね。あの南の帝王ってのもね、結構その竹内力さんのスーツがあそこでなんか売れるみたいなのもありましたけどね。竹内力モデルとかね、そういうやつがあったりとか、うん、だからちょっと人気っぽいあのスーツが好きな方はああいうドラマを見て、あのスーツ欲しいなみたいな感じでオーダーするみたいなね、うん、まあ、そういうのがあったりとかするわけなんですよ。で、かくいう私もですね、まあ、ナイトライダー昨日車検で埼玉で運んでもらいましたけども、テレビを見てあの車欲しいなと思って買うみたいな動線に、やっぱこう巻き込まれてるわけなんですよね。でもそれが詐欺かっていうと必ずもそうじゃないかなと。というのが、あのやっぱり定価の何倍もの価格で私も買うことがあるわけなんですけども、自分にしかない満足感で買ってるわけなんですよね。でももう欲しくなった時には多分いろんなものがなんであんなのにお金使っちゃったんだろうみたいになってるかもしれません。で、昨今のインターネット業界のその暗号通貨ブームとかね、 ICO とかで多くの方がお金をロスっちゃったのも、多分あの ICO の盛り上がりがあってね、将来金持ちになるかもしれないっていう風な、そんな熱に巻き込まれてしまって多分楽しかったと思うんですよ。うん、でそのセミナーに行ったり新しい情報を掴んだり、その情報が本当なのか嘘なのか、いろいろとね戦々恐々としたりっていう日々がドラマであり、まあ、そのドラマの出演料が、まあ、30万50万100万みたいな金額であったのかなと思うんですよ。で結局夢からね覚めた時に、はい、お金持ちになれませんでしたっていうことで、それまでのねいろんな幻想がポーンと飛んでしまったりとか、私のよく知ってる人でも、あの7億円の資産が手に入るはずで、見込み売上、見込み利益が7億円だっていうんでね、会社を辞めて、で住居を広島から東京に移して、で活動していたんですけども、その7億円の案件がポーンと飛んでね、もうとんでもないことになっちゃったみたいな方もいらっしゃって、今では普通に営業の仕事をしてるみたいですけども、まあそういうふうに何をしてもどうなるかっていうのは本当は一寸先は闇なんですよね。でその覚悟がないんだったらもうアフィリエイトだろうが何だろうができないよってことだと思います、ね、例えばあの会社に勤めていてもその会社が急に倒産しちゃったりとかね、今回みたいにダイハツなんてのにね会社に勤めていてもあのインチキだったわけじゃないですか、ね、ダイハツがずっとインチキをしてたわけじゃないですか。で今はダイハツの社員で真面目に働いている人まで今肩身の狭い思いをすると、うん、自分はやってないから関係ないよって言えないわけですよね、うん、だからどんなことをやっていても、うん、はしごを外されることってあるわけなんですよね。だからその時に外された時にちゃんと着地する受け身を取っとかないといけないかなと思います。まあアフィリエイトに関しましては、うん、自分がアフィリエイトのノウハウを身につけてね、自分が正直だと思った商品を売っていくっていう風に変わり身を取ればいいと思うんですよ。いつまで経ってもアフィリエイトの評価をしたりとかアフィリエイターに文句言ったりとかじゃなくって、あなるほどと、これは正しい商品をおすすめするのに使ったら本当にいい方法になるぞっていう風に気づいて、そうなっていけばまあなんかね転んでもただで起きない人が出来上がるのかなと思います。いやでもね、うん、ワンクリックで100万とかねいろんなコピーが踊ってましたけども、それがなかったら私はこの世界に入っていなかったと思うんで、ちょっとね行き過ぎるぐらいのキャッチコピーは出していってもらっても、そこで転んで怪我をして、で改めて自分の足元を見るっていうきっかけにはなると思うんですよね。コツコツ頑張って3年したら月収30万ぐらい取れるかもねっていうようなキャッチコピーじゃなかなか人は集まんないと思いますので、うん、やっぱりね、いろんな言葉が世の中に溢れてます、情報が溢れてますけども、その情報が自分にとってどういうものなのかってことはやっぱ自分で決めていかなくちゃいけないのかなってところですね。別に詐欺師を擁護するわけではないですけども、なんでね、あんな二束三文の詐欺師がはびこるかっていうと、あまりにも人が騙されすぎるからなんじゃないかなと思うんですよ、うん、やっぱり防御力を持っておかなければならないですし、どうしてもこれはあの自分で判断つかないなと思ったら、うん、やっぱりね動画とかに出ている人に会いに行ってみたらどうかなと思うんですよ、うん、で会ってもくれない、連絡も直電もできないってことになると、これはちょっとなっていうふうに
思いとどまればいいんじゃないかなというところですかね。はい、じゃあ今回は以上です。お疲れ様です。